住み恵子は、日本の女優。本名は、住谷末。広島県広島市水町出身。父親は、広島文理科大学数学教授だった。広島第一工場を経て1945年、神戸女学院音楽部に進学したが、同年8月帰京した折被爆したため中退。1947年大阪音楽大学進学。翌1948年、初代。 ミス広島に選定され、東方からスカウトされて映画界入り、豊田志郎監督のエデンの海の主役に抜擢されるが、東方葬儀により制作中よされた。同郷の杉村春子と親交があり、演技力をつけるため文学座の研究生として一年在籍。1949年、プロデューサー藤本雅美の藤本プロ初の専属女優として迎えられ映画、妻と、 女記者、新東宝でデビューし、山の彼方に、党に出演。日本人離れした、抜群のプロポーションと、エキゾチックな美貌で注目を集め、主演スターとなった。右から3番目が、隅りえこ1951年小畜に引き抜かれ、恋文裁判党に主演。1953年に主演した、小畜、第2回カラー映画、夏子の冒険は年間トップ4に入る。 大ヒットになり高い人気を得た。1954年には東宝、山の音に出演。また、林文子原作の名作を映画化した、放浪記に主演。原作のアナーキーな迫力はなかったが、ほのぼのとした明るさで代表作とした。同年、新東宝に移籍し、慈悲慎重に主演。1955年には大英に移籍し脇に回り60年代半ばまで活躍。 1962年、吉村孝三郎監督が、広島の原爆歌を若尾文子主演で撮った、その夜は忘れないわきき迫る、工場演だった。その後、テレビドラマ、ザ・ガードマン、キーハンターなどに出演したが、次第に仕事から遠ざかり、女優業を引退していた。2005年10月12日、心不全のため、 東京都目黒区内の病院で死去。去年77。ありがとうございます。